はいと2019年消費税の上がる前の9月30日、本日ピックアップしたニュースの紹介。まずは韓国のコリア大学研究グループがアルツハイマーの認知症発症予測に使うことができるバイオマーカーを発見しましたよ。ただこのマーカーを利用した予測の精度に関しては実際の診断で利用しにくい 80% 台にとどまっていて、まだまだ研究が必要な状況がありますよとのことを、コリア大学の共同研究者がこの研究結果に関して30日に脳科学学術誌の、これ全然知らなかったですね、こういうのがあるんですね、プログレスインニューバイオロジーに発表しましたよと。この研究者に関しては血液検査でアルツハイマー認知症の発症の可能性を知ることができる技術を開発するとして、この血液中のバイオマーカーを参照にしたんでして、認知症の 70% ぐらいを占めるアルツハイマーの症状の脳の中にはこのベータアミノイドというタンパク質が蓄積されて、これによって脳細胞が損傷されて症状が悪化するんでして、まあ知らんことばっかですね、私も本当になんかいかにもね知ったか知らないような言い方してますけど、そんでこの脳の中のベータアミノノイドタンパク質の蓄積量に応じて量が変わっていく血液中のタンパク質の4種類 LGALS3BP ACE ペリオスティン CDH5 を発見したんですって。でこれらをバイオマーカーで書くことを確認して、利用した診断パネルを作成しまして、その内容として軽度の認知障害の患者約107人を対象にしてこのパネルの性能を確認した結果、脳の中にベータアミノロイドが溜まった人が83% ほどの精度で予測できましたよと。で今までに関しては高価なアミノルドの陽電子の放射線放射断層撮影 PET を使用してきたらしいんですけど、いやこれ私知らんことばっかですよ。だけどこの血液検査でも判断できるということを、まあ、方法を発見したのが、まあ、一つなりさで、ね、マイルストーンですよね。でコリア大学教授としては、まあ、この精度を 90% 以上に高めていけば、まあ、実践的に利用できるまでことで、そこら辺を計画として目標にしていますとのことで、こうやれですね、その研究結果でも何、完全に実装段階に行けるまでのレベルじゃなくても、そこに近いところ、もしくは可能性を残すところを発表していくというのはいい試みですよね。お前にいい試みって言うなってことですけど、要はいけそうなんだけど、まだまだ詰めていかなあかん部分があるけど、まあ、ここまで研究開発しましたよということを公表していくことはいいですもんね。他の研究者にも参照になりまして、これは別に認知症とかアルツハイマーだけじゃなくて他の分野でもそうですよね。 AI とかに関してでもそうですし、 5G とかブロックチェーンとかに関してでもそうですし、だんだんでもあれなんですかね、本当に脈を測るとか、それこそ血圧を測るとか、それぐらいのレベルまで認知症とかがんとかっていうのの検査も落とし込めるレベルに多分なっていくんでしょうね。ここら辺もあれだな、私はその韓国語とか英語とかその以前の前にここのね医学の専門用語から日本語に変換した時の言葉からあれだもんな、一から入ってかなあかんもんね。まあそこら辺も本当勉強ですよね。あのこれねニュースね、あの母国語に直してもね、多分ね8割ぐらいね知らんことばっかですよ、その因果関係が。例えば認知症がどういうふうに起こるか、今回でもその血液なんかの検査に関することがどれくらいのマイルストーンかとか、まあそこら辺のレベルまで私全然知識がないんですけど、こうやってわざとねそれぐらい高い情報内容のことを読んでいくとね、自分に負荷がかかって知識になりますがね、まあ、だからあの自分のために読んでますよって言って、ちょっとドヤ顔してね言おうかなっていうことを言おうとしたんですけどね、まあ、でも全くその知識ないことでもこうやってあれですよね、言葉にして読んでいくといいですよね。もちろん解釈の違ってね、変な伝え方しとるってこともありますけど、まあそこら辺はまあ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 ということで、ね、みんな人間なんでミスする生き物なんでって、まあうまく煙巻いて逃げましょうっていうところで、いやでもこれ技術的にはめっちゃ期待ですよ。身内に当然認知症がおるから、やっぱこういうのはどうしても目がいっちゃいますからね。ということで次、もう完全にこれ世界的にハイプラに関してはその利用頻度が高くなるっていうのはもうまずないでしょうねというのが、インドが10月にもハイプラに関しての禁止令を出す計画ですよ。最終的に2022年ぐらいまでにこの使い捨てプラを全面撤廃していく計画なんですって。全面撤廃するとどうしていくんだろう。日本とかもその代替材料とかを開発したりとかっていろいろやってっとるで、多分そこら辺のところで動きでいくんじゃないかな。紙とかね、そういうところを開発していくんじゃないかなというのは想像しとるんですけど、これもそんなにエコだからとかね、エゴだからとかそういう問題じゃなくて、あれだけね、海洋生物の生態系に影響を与えて、そのプラス面がないですもんね。ハイプラを増やすことによって。その見た目のコスト、目先のコスト的には確かに安くなって、リサイクルするより捨てちゃった方が、埋めちゃった方が早いっていう風にはなるんですけど、世界のトータルで見るとね、やっぱその海洋生物なんかをこれに影響によって減らしていく、
もしくはね、マイナスの危害しか与えてないんだったら、じゃあやめようかっていうふうになりますわね。これ前でもそのビニール袋とかね、エコバッグとかやりだした時もあって、単純にプラを減らすっていう、やめるっていうだけじゃなかなかあれだろうな。代替材料とか他の変わるものを生み出していかんと、なかなか強力な改善っていうのはちょっと難しいかなと想像しとるんですけどね。だって日本でもあれですもんね、レジ袋有料化とかエコバッグとかやりだしても、そこで全面的に改善していけたわけじゃないですからね。危機感がないっていうのもありますけどね。要はなんて言うんだろう、この絵をやると自分たちの命とかなんか生活に関わるとか、明日ご飯が食べれるとか、それぐらいのレベルになると多分もうプラなんか使わんっていうふうになるんですけど、別にね、一人や二人がね、プラ使ったりしてね、スーパーのゴミ袋大量にもらったりとかね、プラの弁当ばっか食べてね、捨ててもって、そういうところで全く問題がないからでしょうね。この海洋生物の生態系に悪影響を与えてマイナス面しかない世界のトータルとしてっていう状況になったのが、いい引き金になったんじゃないかな。なんかそういうきっかけがないとあれですもんね、開発とかする気にならんというか、人間追い込まれるとは必要じゃないもんで行っていかんすもんね。世界的にこれは妥当でしょうね。むしろね、ハイプラが増えていくってところは、まずないだろうなってところで。はい、ということで、次。これは仮想通貨の合法化じゃない、ちょっと話的に遅いんじゃねえかっていうのが、ウクライナ政府が仮想通貨を合法化する計画を立てていますよ。一応最近のプレゼンなんかで大臣がこの仮想通貨を合法化承認していくっていうのを発言したことで、そこら辺がニュースの言及元になっとるんですけど、国的にもでもこれ何、すごい悪意な言い方すると、別に仮想通貨がね、合法にしたってその税金とか取れるからいいんじゃねえっていうところがありますわね。いや、もちろんわかりますよ。マネロンとかそこら辺の対策にならんもんで、要はね、臭いものじゃないけど、蛇の穴に手突っ込むようなもんだから、なかなか手を出したくないっていうところはわかるんですよ。だけど、この何、仮想通貨が合法か合法じゃないか、そこで何、論議じゃないけど、決定計画していくと、ちょっと遅いんじゃねえかなっていうのは、なんか辛口な意見しますけど、税金面の率を考えとかね、銀行なんかのその技術として適用するとか、規制サンドボックスとか含めるとこっていうの話ならまだわかりますけど、合法もクソもねえわな、こんなもんな。だってこれすごい簡単な言い方すると、結局お金ってね、紙とかコインだけど、だんだんそのネットが普及したことによっていろんなものがデジタル化しとるから、じゃあね、通貨って別にデジタル化していいんじゃねえみたいな感じで出てきたのがこの仮想通貨ですもんね。まあその通りですもんね。バーチャルカレンシーなんて言われるけど、まあ、どんな言い方でもですね、クリプトカレンシーでも、まあ、暗号通貨でも、暗号コインでも仮想通貨でも何でもいいですけど、デジタル化したいもんで、その上でセキュリティ上の面で暗号化していたというわけで、そこまで目新しいもんじゃないから、まあ別にね、デジタルマネーなんか利用していくとかっていう感覚で、あっさり導入していけばいいんじゃねえかなって。ね、税金ジャブジャブ取ったればね、国としても、トータル政策効率は拾えるから。だから、ここを論議の対象とか計画の一部、わざわざ発言する、意識の問題っていうのは、ちょっとねえ、低いというか遅いというか、じゃねえかっていうところを言及したくて言ったんですけど。だってこれ、発展途上国なんかは、ほぼここら辺の仮想通貨なんか当たり前で、むしろなくてはない存在。ここ通貨が当てにならんもんね、こいつを当てにするしかないし、逆に経済的に開発が進んでる国、まあ日本も一応含めますよ。シンガポールとかそのあたりでも、もう導入デジタルマネーなんか、要は効率化とセキュリティ面の問題で当たり前になってるから、そう考えると別に世界的には、まあ導入妥当、当たり前、当然みたいなふうになってますもんね。税率とマネロンと銀行の関連っていうところが、なかなか法制定が国によって様々ですけど、まあだからそこまでね、これをなんか論議の対象にするのもどうかなってとこで。っていう感じで。はい、ということで次はオーラス。そうだよな。医者とかもデジタル化するんだから、別に歯医者さんとかもブロックチェーンになってていいよなっていうのが。ブロックチェーンヘルスケアプロバイダーのメディアブロックと韓国の京畿大学が共同開発したブロックチェーンの歯科検診電子カルテ EMR システムを中国に輸出して、いくと公表していますよ。このメディアブロックと京畿大学に関しては全然知らんかったんですけど、最近この中国のハルビン市の大型総合病院のハルビン第二病院と歯科検診プラットフォーム技術に関する輸出契約を締結したんですって。で、この契約に基づいて、京畿歯科病院が2020年から5年間、ハルビン市の第二病院の運営やコンサルティング費なんかをサポートしていきますよと。で、さらにメディアブロックと京畿大学の歯科病院に関しては、4月に韓国初のブロックチェーンベースの歯科の EMR システム、先ほどの検診電子カルテですね、をリリースしていったということで、まあ、そのシステムによってこの歯科医に訪れる患者が問診票なんか作成するときに、本人の健康状態や口の中の健康認識、さらには習慣なんかを記録するようにして、要はあれですよね、
歯医者なんかね、システムするとこ全部ね、電子化してブロックチェーン乗っけちゃえっていうことですよね。システム的には、ブロックチェーン的には。で、こと細かに医療スタッフに関しては、この患者の歯や歯形の状態、口の中の構造、さらには顔のバランスなんかもこれ全部 EMR システムに記録していくんですって。さらにこの診断結果に関しては、歯科だけでなくいくつかの診療科なんかと共有することができて、要はあれですよね、例えば歯医者の方なんだけど、内科とか外科とかね、いろいろありますがね、病院行くと何々科ってこと細かく読めんような感じで書いてあるのとかありますがね、そういうところと共有していくとか、全面的に多分これ今回で言うとメディアブロックと京浜大学に関してが共同開発したブロックチェーンの電子カルテシステムを中国なんかに提携サポートしていくってことですよ。このハルビの第二病院なんかに関しても、だから歯医者とかのシステムだけじゃなくて、他のね、例えば外科とか内科とか、それこそ他のところもブロックチェーン化、電子記録化ってことを行っていこうという計画なんでしょうね。まあ、中国やっといてこれは妥当だな、これぐらいな。 5G の遠隔治療システムなんかも当たり前ですし、裁判所だってね、ネット裁判とか行っとるぐらいなんだから、まあ、妥当だろうな。ゆくゆくはでも本当そうですよね、その個人情報とか病気だから晒してほしくないというかで、権利の問題はさておいても、医療記録なんかに関しても電子化して共有していけばそれは便利ですもんね。そこら辺をアクセスするのに何らかの本人認証とか、それこそ免許証やパスポートなんかの KYC 含むところを電子化して行っていくというか、それの延長線上で何らかの個人認証システムを紐付けるとかっていう風にしていけばあれですよね。あとここに医療代を払うとかね、保険とか、さらには病院の予約とか、そこら辺りも全部共有していけば、まあ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 いい感じになってくるんじゃないですかね。例えばね、 A 病院と B 病院と C 病院と全部ね、今回言うとこの歯医者の情報なんだけど、外科とか内科にも同じ情報も共有させて、さらに全然関係ないところの美容整形外科とかね、そういうところも提携してって、さらには国の公共機関なんかでもこういう健康情報なんかの管理も共有していくとか、まあ、ほんとゆくゆくそういう風になってくるんじゃないですかね。個人情報のあり方っていうのがあとは焦点になってきますけどね、どこまで情報にアクセスできる、させる、させられる、できるっていうところが AI の顔認識を含めて焦点ですけど、目立たんけど、でもあれだな、韓国関連はやっぱ地味に地味にやっとるな。だって世界的に見てもこの歯医者関連なんか病院なんかと共有してって電子データカルテなんか行ってくる、そうないもんな。病院とまたあれだもんな、ブロックチェーン企業なんか提携して、さらに中国の病院なんかも絡んでって、目立たんけどでかいし、なんか中国と韓国さんあれだね、いろんなところで結構仲いいですね。昨日とかでもそうですし、まあ、仲いいのはいいことなんですかね。本当に相変わらずでも本当にやっぱ韓国関連地味に地味に地味にでかいよなって、それだけ手を動かしとるっていう証拠なんですけどね。はい、ということでそんな感じでニュースの少ない当然な月曜日サクッときましたけど、消費税的なところはあんまあれなんですね、世間的な話題にはなってないんですよ。私の周りでもそのお金の面とかの告知はありますけど、別に値段とか変わらんかったそこまでで、むしろお客さんからは聞くんだけど、店舗サイドからは通達しないというか、別に告知はないっていう、ただ領収書とかそのあたりだけ消費税のあるなし含むの表記があるって言われて、そこまであれなんだなって、まあ、だからニュース的には全くなかったですもんね。当然日本以外世界見ても全くで、まあだからそこまであれなんでしょうね、意識されてない分野なんでしょうね。税金なんかもだから、この今回のこの歯医者なんかのシステムじゃないですけど、例えば消費税上がった時とかでも全くあれでしょうね、ブロックチェーンとかそんな感じで電子データとしてだんだん連動していくっていう風になってくるんじゃないですかね、オートシステムとして。まあ、それぐらい例えとして地味なんですけど、この歯医者の電子カルテシステムは非常にでかくて、だんだんあれでしょうね、病院なんかも本当電子化が緩やかに進んでいくとこでしょうね。まあ、その反面ね、なんか仮想通貨を合法なのかどうのか、そこら辺のレベルでもなんか計画を立てる立てんとか言っとるレベルのもありますし、こうやって見ると本当にやっぱ規制面があれですよね、技術なんかの開発の壁になっとるとこ多いですわね。韓国なんかでもアルツハイマーとか認知症とかの開発とか研究とかでもそうですけど、日本なんかそうですもんね、割とああいう医療関係の研究開発なんか寛大な部分があって、結構やらしてもらえる部分が多いですもんね。逆に自動運転とかがやらしてもらえんとか、テストする回数が少ないというところで、やっぱ世界的に見てもあれですよね、その開発が進んでる分野の国とかベースのところって試行回数が多いですもんね。単純に昨日の引き続きじゃないし、自動運転関連なんね、ウェイモとかバイドゥとかそんなあたりですけど、逆にここら辺の歯科のブロックチェーンシステムだって、要はこれも企業としてプロジェクトとして立ち上げてあるから、こうやって
病院なんかと関わってやっていけるわけであって、ね、そういうのが存在しない国とかだと当然行っていけるわけじゃないから、国としての試行回数が減るから、やっぱそれは成功する確率は低くなりますわね。普及する確率も同時にというところで、まあだから本当ニュースから話は飛びますけど、やっぱ手を動かした回数が一番あれだな、研究開発なんかの改善につながるわなというところは素直ですね。本当率直な感想というところで、だからハイプラなんかに関してもどんどんね、いろんなところやってみて失敗しながら代替材料とか差があったりしてやっていけば、まあいい結果になっていくんじゃないかなって。プラを使わん方が効率がいいとかね、再生しても効率がいいっていう風に、まあゆくゆくなっていくのじゃないかなって想像してるんですけど、手を動かした回数に比例するというところで、はい、ということでそんな感じ。以上2019年増税前の9月30日、本日のピックアップしたニュースの紹介でした。そんな感じ、終わり。